はい、と、ファイナルファンタジー6実況プレイのパート9やっていきます。魔導士の村、サマサにやってきましてですね、この近くにある幻獣の洞窟というところが、まあ、幻獣にとってというか、かなりね、貴重な、豊富な魔力がある、山ということでですね、そこに行ったらもしかしたら幻獣に会うことができるんじゃないかということで、このサマサの村のね、住人であるストラゴスに道案内を頼んで、今回攻略を進めていくことになります。やっていきましょう。ここで会えてないモンスターとかもいるからな。ちょっと待ってね、いろいろデータをエクセル開こう。よし、行こう。まだ使えない。飛ばされた。よし、これでブリアレオスがカウントと。この辺は例えば見た。この洞窟の中だな。ちゃんとデータ集めていこう。ヒールロット。攻撃力上がるよ。これ殴ったら敵回復しちゃうからさ。ボナコンとアダマンキャリー強い。なんかいたな。ランドグリオンとマンドレイク。こっち水ダメか。よし。おいおい。まあ、いっか。これは三頭身の像。三頭身。石像の表面に細かい文字が彫られているな。で、じいさん、三頭身っていうのは何のことだい？三頭身とは、遥か昔この世界にて魔法という力を生み出した伝説の神のことじゃ。魔法の神様ということか。どう言ってもよいぞい。すごい魔力を感じるわ。三頭身は魔法の神。ということは、幻獣の作り主とも言えるわけじゃ。幻獣たちは三頭身の像を作って、聖地に祀ったという伝説がある。きっとここがその場所なのじゃ。きっと幻獣たちはこの像の魔力に引き寄せられて、この像にたどり着いたのね。ところでじいさん、この三頭身とやらは幻獣だとどうなったんだい？
戦いに疲れた三頭身は己の体を石化させて永遠の眠りについたという。この場所が風魔壁の奥であると伝説は伝えとる。風魔壁が幻獣界との接点であるのも三頭身の魔力によるものなのかしら。なるほどね。幻獣たちが象の魔力に引き寄せられたのならあの奥に行ってみよう。でドカンと、この金ピカの巣は俺様のものだ。これでジークフリートの兄貴に顔向けできるよ。多分お前の方が強いと思うんだけどな。おお、光ってる光ってる、素晴らしい。てめえオルトロス、二度ならず三度までも。これが本当の三度目の正直だよ。はい、また出ちゃった。すごい、だってタコだもん。関係あんのかな。今むかつくて帰ろうと思わなかった？ごめんねごめんね。おじいちゃん、来ちゃった。イルム、家にいろと言ったじゃろ。お絵かきなら何でもいいの。何でも恋のリルムスは初登場。ねえねえ、あんた誰？誰とは失礼な。このオルトロス様に向かっていい。リルム様にオルトロス様、なんだか訳がわからなくなってきたな。ねえねえ、オルちゃん、似顔絵描いてあげようか。オルちゃん？失礼な。このオルトロス様に向かって。似顔絵なんぞいらんわい。いいいい、あげないんだもん、書いてあげないんだもん、いいんだもん。リルム、ここから飛び降りてやるんだもん。ダメよ、そんなことしちゃ。どうすんの、こんな小さい子いじめちゃって。何かあったら許さないわよ。そんな、じゃあどうすりゃいいのよ。書いてもらえよ。かっこよく書いてもらえるかもしれないぜ。この憎いね。オルちゃん似顔絵、書いてもらっちゃうもんね。私の得意技に任せといてよ。とにかくこっち。はいはい。では、絵を描いてもらいましょう。そんな、これじゃまるでまるっきりタコじゃん。ね、見てくれた？リルムもいっぱい戦えるよ。ジジイよりは役立つんじゃない？ジジイ連れてってもいいんじゃない？わかったわかった、しょうがないやつじゃ。やった！というわけで、リルム加入。危ないんで、後列に下げて、とりあえず、ラムあたりから魔法の習得をしていきましょうかね。あとは何かいい感じの補正がかかりそうなものを持たせて。うん、防御性能ではこっちだな。魔力ちょっと下がるけどね。いった、このくらいだったら。
よしよし。ではこれで進みましょう。とりあえず。スーツ。あ、やだ。まいっか。ボロネコスーツ。あ、いいね。バックアタック取られたか。これザックアブレス。魔法撃っていいんだっけか。オッケー。で、次は奥側。威力が違う。はい、めちゃめちゃバックアタック取られますね。アクアブレスいいよ。次こっちか。ついたね。
ねえ。見つけた。これが幻獣？なんじゃこいつら。幻獣がこんなに。じいさん、リディウムを連れて逃げるんだ。待て。何？ティナに強い魔力を感じる。いや、魔導の力と言うべきか。まさか、あの時のに暴走するのか。君はちょっと違う。我々と同じ力を感じる。ええ。お前たちは幻獣界の若者なんじゃな。幻獣界には、こちらの世界に来てはならぬという掟があります。で、待ち聞かされた仲間を助けるために、若者たちが扉の前に集結したのです。その時にティナの姿が。私も感じました。あなたたちの思いが扉の中から。ティナが扉を開けてくれたことで、外に出ることができました。しかし、こちらの世界に出た途端に、自分の力をコントロールできなくなってしまったのです。そのために、一つの都市をめちゃめちゃに破壊してしまい、罪のない人たちまで。私と同じだわ。突然手に入れた力をコントロールできなくて。おそらく幻獣は、あちらの世界では力がある程度抑えられる傾向があるのじゃろう。それが突然解放されたために、幻獣によっては精神に失調をきたし、人に危害を加えるものを本当に申し訳ない。帝国も幻獣たちとの和解を望んでいる。どうだ、俺たちと来ては我々を許してくれるのか。元はといえば人間のせいだもんな。これに関してはサマスの村に行ってレオ将軍たちと合流しよう。そうね。レオ将軍。おお、ロックか。幻獣たちに会えたよとな。手間をかけた。私は帝国の将軍レオ。あなたの名前を伺いたい。私はユラ。我々はあなた方にとんでもないことをしてしまった。許してくれなど、言えた立場ではないかもしれないが。わかっている。犯した過ちを責める気はない。逆に、あなた方を戦争のための力としてしか考えていなかった自分を恥じる。魔大戦の過ちを再びしていた自分たちを。そう言ってくれるとありがたい。これで俺たちの役目も終わる。本当の平和が訪れるかもしれないな。戻りましょう、ベクタへ。セリス。何も言わないで。お暑いね。若さじゃのう。来た。お口の窓を甘与えの力を見せてやるぞ。
剣か。何をする。皇帝の命令です。幻獣たちを魔石化して持ってこいとね。リオ、幻獣を魔石化させる秘技を。つまらん。面白くないからこんな村なんて焼き払っちゃいな。結果やめるんだ。うるさい。レオ将軍だ。剣欲しい。まあこれはあれこれせずに。ケプカ、お前の行いもう許すわけにはいかぬ。アイデンの証。殴った方が強いな。さすがはレオ。私をこのような目に遭わすとは。どこだ。あなたを見せろ。だ、ほら、皇帝、おいでください。むにゃむにゃ。レオよ、皇帝。レオ、お前まで騙してすまなかった。これも魔石を手に入れるため、わしの真意。わかってくれるであろうな。皇帝。しかし、言うなレオ。お前の気持ち、わからぬでもない。皇帝のおっしゃる通り、今は魔石を集めるのが先決なのだよ。皇帝、では私は一体、レオ、お前には少し休んでいてもらおう。これもずーっと長くだ。お前が倒した私、俺は私の幻影なのだよ。そしてエクジナシのガストラ皇帝ももちろん幻影。それくらいの違いがわからない奴が将軍だなんて、俺もいつもいつも、いつもいつも言いこぶりやがって。ケフカ、こういう奴は。皇帝にはレオは本心で裏切ったと報告しておくよ。死ね死ね死ね。何ですか。凄まじい魔力を感じますね。とっても激しい魔力の波動なんだな。待ってろ、今助けに行く。急げ、急ぐんだ。ハモられるだけだって。
これはこれは厳重の方々ではありませんか。突然のお越しで驚きましたが歓迎いたしますよ。オクチンにもっと魔石をプレゼントしてくれるというのですから、お望み通り魔石と貸してあげましょう。まずはその邪魔っ気な魔力を中和するとしましょうか。さあ幻獣たちを楽しませてくださいな。オクチンと戦うつもり？いいでしょう、お相手しましょう。そのようなものではこの私を倒すことなどできませんよ。さあ魔石となって私と共に魔導帝国ケフカを作ろうではありませんか。なんと温かい手触り、満たされていく。他愛のない幻獣がこんなに弱い存在だとは。こんなのと戦っても楽しくないし、さっさと切り上げましょうか。魔石はこれでもう十分ですね。あとは風魔壁の奥にある最後の宝を手に入れるだけです。信じられない。レオ将軍、人は皆力が欲しいのね。私みたいになりたいのかしら。もっとあなたからいろんなことを教えてもらいたかった。どうした、インターセプター、その怪我は。レオ将軍だけではなく味方のはずのシャドウまでも。帝国名、これでよし。優しいのね、リルムがついていてあげる。しかしこうなると帝国に残るエドガーたちが心配だ。無事だといいけど。帝国が裏切った。危うく罠にはめられるところだった。事前に脱出でき申した。エドガー殿の情報のおかげでござる。さすが一国の王。お茶を運んできてくれたレディーにご挨拶したら丁寧に教えてくれたよ。便利な特技だな。女性がいるのに口説かない。そんな失礼なことができると思うかね。礼儀だよ、礼儀。レオ将軍が殺された。レオ殿が。無念。帝国にいる数少ない理解者が。とにかく作戦の立て直しだ。飛空艇に戻ろう。わしも行ってもいいかの。あなたはこの村の人だ。魔導士の血を引く人なの。力になってくれるわ。力の使い方を誤った帝国を放っておくわけにはいかんしの。リルムも
ダメじゃ。子供は足手まといだしな。何よこの筋肉男。それだけは多少だな、ジョーちゃん。似顔絵描くぞ。うわ、やめやめ。わかったわかった、しょうがないやつじゃ。やった。じゃあ行くぜ。どうしたの、色男。君、いくつだい？ 10 歳よ。変なの、先行ってるよ。さすがに犯罪か。やめとこう。一応ね。さて、というわけで、帝国は風魔壁向かったぞ。何かの像を見つけたとか。もしや。バカな幻獣どもめ、自ら風魔壁を開いてくれるとは。この扉の先に三頭身が、それさえ手に入れれば、私の夢は完全なものとなる。早く来い。どうしたの、ティナ。今か。大地が叫び声を上げている。これが三頭身の力か。この力、そして魔石の力。世界は我がものじゃ。魔道の始まり。三頭身。あれが、敵化せし三人が向かい合い、力を中和させることで自らを封じたと言われておる。三体の石像の視線がそらされたとき、バランスが崩れ、その力は世界を滅ぼす。え？一旦何もしない。まあね、今回いろいろと真大陸に入る前に準備をね、進めていくことにしましょう。あとは図鑑の回収とかもしていきたいしな。方がいいかな。
あ、ベールがない。買わなきゃ。よっしゃテリスもな魔法の習得させないといけないなとりあえずベール1個買ってからだ好き。2、3、4。いいか。で、しているものかよ。間違えた。そしたら、大地の衣もう一着だな。探検がない。ダンジョン内でもなんか拾えた気はしたけど、はい、っか。そしたらまだ戦えてないモンスターのデータを集めよう。
ちょっと戦いやすく考えて、これで。まあ、戦った気もするけど。どうした？これで、キマイラとデバウは OK。んで、ここ。ここもなかなか要注意。まずストップ今のうちに攻撃いけいけ。楽しい楽しい。よし。ゴー。よし。
頑張れ頑張れ。よし、解けそう。火力高いよこれ眠りについてられたら何もしてこないから。どんくらいだ。もうちょい。逃げた。オッケー。まあ一応これで倒せたことにはなったはず。まあでも別にね、倒せなくてもとりあえず図鑑に乗りさえすればいいから目的は達せられた。一旦回復して、次はちょっと根気よく戦わないといけないかもしれないな。そうっすね。ここなんだけど、ちょっと魔法の習得とかも狙いつつやりたいから。とりあえず、セリス、ストラゴス、リルム編成して、レベルが若干遅れてる。ハイエンあたり引率に入れとくか。オッケーオッケー。んで、
よし。ちょっとね、出現率の低い魔物を狙うので、結構粘ることになるかもしれない。出るかな。出ないね。うん、まあ簡単には出なさそうですね。まあ、とりあえずですね、一旦今回はここまでで一区切りにさせていただきまして、次回ちょっとね、魔法習得目当てで、ちょっとこの辺りで、ちょっと裏作業をしてから、魔大陸に挑めたらなと思います。魔物の回収、もう、まあ、その図鑑の回収とかは一通りできたし、まあ、暴れるの習得もさせたいところだけども、まあ、とりあえず必要最低限のね、暴れるコマンドは覚えられていると思うので、その辺はまた、いずれね、まとめてやることにして、次回でこの、ファイナルファンタジー6前半部の終了を、狙っていきたいところですね。はい。まあ、そんな感じで、ファイナルファンタジー6ピクセルリマスター実況プレイのパート9、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まで見てくれな。